アリフ・マーディンは、トルコ人の音楽プロデューサー、編曲家である。1932年3月15日、イスタンブールに生まれる。幼い頃、ピアノのレッスンを受けた。イスタンブール大学、ロンドンスクール・オブ・エコノミクス、バークリー音楽大学で学んだ。1969年、ダスティ・スプリングフィールドのアルバム、ダスティ・イン・メンフィスを、トム・ダウドとジェリー・ウェクスラーと共に手掛けた。 同年、ソロアルバム、グラスオニオンをリリースした。さらにデビューから関わった、アベレージホワイトバンドやビージーズ、アレサ・フランクリン、ヤングラスカルズとの仕事で成功を収めた。その後、ロバータ・フラック、ダニー・ハサウェイ、チャカ・カーン、ダイアナ・ロス、ジョージ・ベンソン、デビッド・ボーイ、アニタ・ベイカー、ディオン・ヌ・アーウィック、ベット・ミドラー、ローラ・ニーロ、ロッド・スチュワート、クイーン、フィル・コリンズ、 ホール&、オーツ、スクリッティ・ポリッティなどの多くのプロデュースを手掛け、晩年の作品には、グラミー賞を受賞したノラ・ジョーンズの、カム・アウェイ・ウィズメと、フィールズ・ライク・ホームがある。約1年間にわたる水岸の闘病生活を経て、2006年6月25日、ニューヨークで死去。74歳没。ありがとうございます。